メロン畑の準備作業です。北海道中富良野町メロン農家の寺坂農園寺坂雄一です。これメロンのビニールハウスの中にトンネルをつける作業をしています。トンネルビニールをかける作業、これ巻き取り機を取り付けてるんですね。でこっち6番のハウスはこれトンネルパイプを運んで運んでて置いたのか、このように、あ、こっちはまだトンネルパイプを刺してるとこですね。そう、二人一組で。5スパンだから、2.5 メーターおきにトンネルパイプ立てて、その後トンネルビニールを二重ですね。これが小トンネル。で、今、大トンネルを刺してってるっていうところです。はい。これが温水ボイラーでお湯を沸かして、地面の中に温水パイプを埋め込んで、土を温めてメロンを育てます。明日には植えられるかな。はい、メロン畑の準備の様子でした。農業ほどクリエイティブで面白い仕事はないですね。